皆さんこんこにちはアキーラカンです今回は春の G1 最終戦宝塚記念のサイン解読をしたいと思います。NHK マイル、ビクトリアマイル、オークス、ダービー、安田記念この5レースなんですが全て一番違いの馬番昨年の 連帯馬版の一番違いこの一番違いの馬番が連帯をしていますえ宝塚記念もえ昨年の宝塚記念の馬版の一番違いを狙ってみたいと思っていますえその中でももう一つプラス材料もっとプラス材料を見つけようと考えてみました NHK マイルは昨年の10番から9番 ビクトリアマイルは4番から3番オークスは9番から10番ダービーは2番から1番13番から14番3歳のレースでは同じ枠がの一番違いですそしてビクトリアマイル安田記念では同じ枠連ではなく隣枠 の一番違いといいとう結果になっています、えー、その中でも、このオークス、ダービー、安田記念、この3レースーなんですが、えー、宝塚記念の前の3レースですね。この3レースで、前年度の横山の、横山騎手の一番違いの馬番も連帯していることがわかります。昨年、オークスでは15番に横山騎手、 そして14番のが2着になっています、えー、ダービーでは2番の横山騎手そしてダービーでは今年1番が連帯しています、えー、そして安田記念でした、えー、安田記念では、えー、昨年の連帯馬番12番の隣13番そして横山騎手の5番のこのとの隣,隣になる6番という結果になっています 6番13番の結果ですそういう考え方から、えー、宝塚記念を予想してみたいと思います、えー、宝塚記念昨年は5番11番という結果でした、えー、狙い目になるのは4番6番10番12番となります、えー、この11番に横山騎手が乗っているのがわかります、えー、特にこの10番12番 横山騎手の隣馬番でもあり昨年の連帯馬番でもあるということになります4番6番10番12番にどんな馬が入るのか楽しみにしていますこの12頭立てということで昨年12頭立て5番になるのは17番にも当たるので16頭以上出走してきた場合には考えてみる必要が あると思います、えー、宝塚記念なんですが、えー、過去19年から、えー、一番違いの馬版、えー、今年の今 G1 が行われている昨年の一番違いの馬版という、えー、サインが、えー、長い間使われているのが分かります、えー、過去から見ていきましょう 9番から18年19年9番7番から6番ですねそして19年から20年は頭数が18頭から14頭になっていますこの17番の一番違いが2番16番目に名称サムソンが回ってきて2番の一番違い17から16番目ということに 見えますえー、そして、えー、20年から21年、えー、8番から、えー、7番そして 21, 番21年から22年は、えー、9番から8番、えー、22年から23年は、えー、ここも17等立てから16等立てになって、えー、18番に当たるのが2番に当たります。 17番から18番というワーネストリーになります、えー、22年23年24年25年すべ、えー、て4枠が連帯、えー、同じ枠が連帯していて、えー、馬番が一番違い23年から24年が8、えー、番から7番、えー、そして24年から25年が11番から10番 そして昨年が、えー、4番から5番そして10番から11番昨年は両方の馬番が使われています、えー、昨年も58、えー、その前の年も4 8 8 8八枠8枠,8枠,8枠その前が4枠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 ,4枠となっています、えー、今年は枠連 5, 5枠8枠に見えるのですが、えー、5年続いていますので この馬番の、えー、一番違いの馬番の方が、えー、見てみたいと思っています、えー、今年の G1、えー、安田記念でも、えー、このサインを見てみたのですが前走の、えー、連帯馬、えー、連帯馬な馬の名前が次のレースを経由して えー、サインをするという予告サインということを見てみます、えー、天皇賞のカレン・ミロティック、えー、これが NHK マイルのクラリティースカイに当たります T このクラリティースカイの T をもの馬番が、えー、次のビクトリアマイルに連帯するという考え方です K.I.、えー、エレガントが7番で連帯です、えー、今度は NHK マイルのミジェ・スルタン このタンという名前が、えー、ビクトリアマイルドウェスタンメルシーに当たります14番そしてオークスが14番ルージュバックが連帯ですそして、えー、ビクトリアマイル、えー、ミナレッドこのレッ,ドレッツという文字がレッツゴードンキに当たりますオークスのレッツゴードンキに当たります、えー、ダービーが1番の連帯です、えー、そして オークスの、えー、ミッキー・クイーン、イーっていう文字とルージュバック、ルーこの2つを持ったリアル・スティール13番これが安田記念の13番に当たります、えー、そういうふうに考えてみますと、えー、ダービーの1、2、3着馬名ですね里のラーゼン、里のクラウン、ドゥーラメンテこ,この文字を安田記念で探してみますと 7番のサクラ・ゴスペル・クラ、2番のサクラレント、バンセンヌ・サトノ・ギャラントになります。7番、12番、13番、14番に変え目があると思っています。宝塚にいるの狙い目です。えー、もう一つ、このレッツミナレット、このミナレットとレッツゴードンキは一番違いに入っています。18から1です。 その一番違いに入った馬番が里のラーゼンとなります。そして、ルージュバック、オークスのルージュバックなんですが、リアルスティール、このルーが一番違い、14、13、一番違いに入って、番線ンンヌ、安田記念で番線ンンヌが連帯というふうに考えますと、今度、里のクラウン、ダービーの里のクラウンなんですが、クラレンとこの一番違いにクラ、 という文字が入っていますこれが12番にあたります、えー、同じ、えー、サインを続けていくんじゃなしに、えー、変わったサインも、えー、探しながら今度は12番という馬番に、えー、狙い目を定めてみるのもいいんじゃないかと思っています、えー、この12番が、えー、昨年の宝塚記念11番の、えー、隣馬番になります えー、宝塚記念まで2週空きました。えここ2週の、えー、G, G レース、G3、えー、グレードレースですね。えー、安田記念から2週空、えー、きました。えー、このグレードレースをすべて見てみたいと思っています。えー、すごい結果になっています。えー、一番違い。 昨年との馬番、一番違いの馬番が全て連帯しているのがわかります。昨年マーメイド、13番、14番という結果だったんですが、今年は12番、13番の一番違い、13番が、12番が連帯しています。その他の馬名のサインですが、今年の G レースで使われている G1 で使われているサインが、えー、使われているのではないかと思っています。えー、この番号というんですが、えー、これが宝塚記念のファン投票ガイドの番号です、えー。ここからもサインを見つけようとしているんですが、なかなか難しくて、えー、確定するサインは、えー、ご紹介することができません。えー、エプソムカップ。 こ,のえー、ここも一番違い昨年と一番違いの馬番が連帯しています昨年一番五番でした今年は二番六番一番違いの馬番が連帯しています、えー、横山騎士の前年度の馬番なんですが13番でした12番か1番か狙い目があるのではないかと思っていましたがここでは3着です そして日曜日、えー、今週の日曜日ですね、ユニコーンステークス,このス、ここも一番違いの馬番、えー、これが面白かったですね。ゴールデンバローズ、えー、断然の人気だったんですが、勝、えー、ったのは、のんこの夢、えー、この一番違い、昨年の11番の一番違い、10番の方でした。えー、そして15番の一番違い、16番、ここでも一番違いが、えー、1着、2着という結果になっています。 えー、前年度横山騎手が9番に入っていました、えー、10番のんこの夢の方が快眠、えー、があったのではと思っています、えー、そして今週の日曜日の、えー、グレードレースなんですが、えー、同枠に昨年と同枠に入った武幸四郎騎手この隣枠も連帯しています、えー、そして函館スプリント このレースも昨年の10番から9番一番違いの馬番が連帯しています4つのグレードレース2週にわたって全て一番違いの馬番が連帯しました来週の宝塚記念一番違いが狙えるんではないかと思っていますこのレースでも4枠昨年と同枠に入った武豊騎手 これの隣枠も連帯しています、えー。昨年の宝塚記念と同枠に入った機手の隣枠もまた見てみたいと思っています、えー、安田記念で、えー、この宝塚記念ファン投票ガイドだったんですが、えー、お尻文字が24番24番という11番13番だったんですが、えー、この函館スプリント86番86番 お尻が同じ番号が2つ7番8番に入っていましたコパのリチャードが解明なのかなと思っていたんですがこの隣の T ハーフの方でしたまたこれはハブダでグレードレースどういうふうに考えるのかはまたこれからも使えると思うので考えていきたいと思っています えー、宝塚記念ファン投票ガイドはまた見てみたいと思っています、えー、2週間のグレードレースが、えー、G1 レースを教えているのではないかと思っています、えー、そして宝塚記念で今年の春の G1 が終わります、えー、秋へ向けてのお引き継ぎサイン これも考えながら、えー、見ていくのがいいのだと思っています。えー、変わったところではこのオークス、ダービー、安田記念と、えー、買った馬、1着2着した馬の横に同じ文字が入っているのが見えます。えー、オークスではコンテッサツーレ、鉄、えー、アンドリエッテ、ツテ、鉄この1着2着の隣に同じ文字、これがダービーでも、えー サンタ・アレグリア、えー、そしてミジスルタンタンという文字が1着2着の勝ち馬の隣に同じ文字が入っているのが見えます、えー、そして安田記念サクラ・ゴスペルクラ・レントこのクラというのも1着2着の隣に入っているのが見えます、えー、宝塚記念でも、えー、たくさんのお同じ文字を持った馬が出走するのが見えます、えー、こういうい 終わり方がすするのではと思っています、えー、そして騎手の文字なんですが「NHK マイル武器通りやオークスダービー安田記念と」とこの場名と同じように「勝田中勝春騎手、えー、勝浦正義騎手勝勝この外側、えー、そして北村、えー、丸田京介滝 北その外側そして菱田裕二、川田悠雅悠のその外側一着二着そしてダービーでも、えー、海老名正義松岡正,正美正正という外外側、えー、そして横山紀弘安田記念、えー、内田博之弘、えー、の外側 えこういう風な終わり方になっています、えー、そしてヤタービーと安田記念では同じマスヨシ、えー、エビナマサヨ柴田ヨシのヨシヨシという、えー、これも場名と同じ考え方の同じ文字が入っています、えー、横山紀りひろ、えー、山、えー、柴山雄一雄山山 この1着2着のの着着隣に同じ文字もも入るのもままたた見ててみいいと思っています、えー。最も期待している春から秋への、えー、引き継ぎどう考えるのかこのビクトリアマイル、えー、安田記念宝塚記念というのがコ、えーバの g 1になりますそしてオークスダービーというのが3歳のレースになります えー、ダービー、安田記念、宝塚記念、えー、この全体の流れ、そして、ヴィクトリアマイル、安田記念、宝塚記念というコバの G1 の流れ、同じようなあ考え方で、えー、秋を迎えるのが、同じサインを使うということですね、えー。そこで考えられるのが、このミッキー・アイル、安田記念のル、えー、サゴスペル、このルートル、同じ。 頭文字尻文字で挟まれたモーリスでした、えー、ダービーでもタンタ・アレグリア・タそして大外のタガノ・エクスプレッソエスプレッソタとタに挟まれた里のラーゼン、えー、そしてオークスは3歳です、えー、その前のビクトリア・マイルこれがレッド・リベールディア・デラ・マドレレレート・レイに挟まれたストレート・ガールでしたこのビクトリア・マイル安田記念宝塚記念という流れ そしてダービー安田記念宝塚記念という流れとを今度宝塚記念を同じサインこの頭文字尻文字同じ文字で挟んだところを連帯させるとするとこれが秋へ向かって同じサインがスプリンターで使われるのではないかと思っていますどんな並びの出馬表になるのかが楽しみにしています そしてもう一つ、えー、今度は同じ文字、えー、中頭文字尻文字なしに、えー、ダービーではリアルスティールルス、えー、ミゼスルタンルススルとルスこの間に挟まれたドゥーラメンテでしたそしてクラレント里のギャランと安田記念ではこの同じ文字うんとうんとこれに挟まれた番宣のでした これがが今2レースつな,、えー、つながっています。そして宝塚記念でも同じサインが使われるとするならばこれもまた秋の G1 へつながっていくのではないかと思っています、えー、宝塚記念の狙い目ですが12番にどんな馬が入るのか横山騎手の、えー、前年度の横山騎手の隣馬番そして前年度の 連帯馬の連帯馬版の隣馬版どんな馬が入るのでしょうか、えー、これで少し1週間ワクワクできそうですご視聴ありがとうございました